皆さんこんにちは、サルです。今回はですね、珍しくダイソーに行ってこんなものを見つけたのでレビューしてみようと思います。ハンギングラック770円、ダイソーでね見つけました。こういう商品ですね。あ、ジャンコード先に写しておきます。おそらく新商品ではないかと思うんですけど、まあ、久しぶりにですねダイソーに行って見つけたので、もしかしたらねもうすでに出てたのかもしれません。はい。で、仕様がですね、小物をかけて使えますよと。で、サイズが83センチが幅ですね。あ、なんか裏に書いてましたね。ここですね。幅が83センチ、高さが69センチ。で、ここの部分が57センチですね。っていう風になってて、収納ポーチがついてますよということです。組み立て手順は、足部分を広げてポール同士を連結と。あ、ショックコードですね。で、できているのでいいですね。あの、ゴムが伸びてもね、交換できそうです。で、こちらが、割と太めのポールなのかな？ポールがですね、こちらを見ると直径が19ミリということなので、いいですね。16とかね、23とか、まあ、よくありますけど、まあ、中間ぐらいっていうことですかね。簡単組み立てとなってます。耐荷重ね、ここ気になるところだと思うんですけど、5キロまでということなので、それ以上はかけちゃダメですよ、ということで、もともと付属で4つね、おそらくこういう、引っ掛けるものがついてるのかな？どうなのかな？ちょっとわかりませんね。早速じゃあ、開封してみようと思います。前回も申し上げたんですけど、100円ショップって言ってもですね、100円じゃなくて、これ700円。税込み770円なんで、まあ必要かどうかっていうのをね、よくよく考えてからね、購入しないとえらいことになりますんでね、お気をつけください。視聴者さんの中に詳しい方いらっしゃって、最近はワンプライス業態っていうんですかね、100均じゃなくてワンプライス業態。だから100均キャンプというよりも、ワンプライスキャンプなんですかね。ちょっとよくわかりませんけど、まあそんな風なね、感じで理解していただけたら、安易にね、100円だからって言って、100円だったら10個買っても1000円なんですけど、まあ、これ700円だったら10個買ったら7000円ですからね、本当に使うのかどうかよくよく見極めてから、レビュー動画を出しときながらこんなこと言うのもなんですけど、購入しないとえらいことになっちゃうと思いますので、皆さん沼にね、ハマって破産しないようにご注意ください。お互いそこは気をつけましょう。じゃあ早速ね、開封してみようと思います。あ、こういう感じですね。なんかよくわかんないけど、どうなってるか、こういう感じかな。あー、こういう感じかな。少しわかりにくいですけどね、まあなんか入る穴に差し込んでいくと自然にわかるかなって感じですね。はい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 、こういう感じですね。こうやって組み立てるということで、あ、簡単です。できました、できましたが、これは何でしょう。これがよく分かりません。これは片付ける時のあれですね、縛るなんかマジックテープですね。ということで、この写真にあるようなこの引っ掛ける部分はついてないことが判明しました。そうですね、書いてなかったですね。セット内容には本体と収納ケースだけとなってますので、そこは注意が必要ですね。ということで、ちょうどねさっき買ってきてたので、それを使ってみます。実はですね、さっきダイソー行った時に一緒に買ったんです。このハンガーフックっていう金属製のやつですね。金属なのでね、熱いものもできるかなと思って。それからもう一つが同じくダイソーで買ったハンガーフックですけど、こちらはですね、回転式、この先端部分がねくるくる回るので、まあ向きが変えられるというね、そういうものになります。ちょっとこの二つを開けてね、吊るしてみようかなと思います。
はい、できました。4つですね。買ってきててよかったですけど、この引っ掛けるものは別売りということになります。したがって必然的に4つ買うと440円ですから、合計で1210円かかっちゃうわけですね。ちょっと痛いですけどね。まあそういう商品になります。まあ、キャンプ用品専門店のものと比べるとね、当然安いんですけど、まあ100円ショップという感覚の値段ではないですね。前回も申し上げましたけど、よくよく考えて購入するということが必要かと思います。ついでにですね、せっかくなのでたびたび最近登場してますけど、こちらのワッツで買った吊り下げ型収納ポケット三角550円、こちらもですね、ちょうどこういう風にハンギングラックで使えるものなので、これもくっつけてみようと思います。はい、このようにすることで収納する場所が格段に増えますしね、吊るすだけじゃなくってポケットにね入れることもできますので、まあ、カトラリー類とかね、ナイフとか、そういう使い方もできてとっても便利じゃないかなと思います。2つあればね、向こう側にもかけられて、もう収納性抜群ということですね。向かって左側2つについてはフックがねくるくる回せますので、向きを考えて吊るしたいものについてはやっぱりああいう回転式のフックの方が便利そうですね。ただまあ厚いものだとね、プラスチックのフックではちょっと厳しいので、金属製があるので、まあ、こういう風なね組み合わせで使うのはどうかなと思いました。フックの数もね4つじゃちょっと足りないかなという気はしますが、そのあたりは使いながら考えていけばいいかなと思います。それぞれのね、ジャンコードを表示しておこうと思いますので、参考にしてください。では片付けてみます。これをこうしてくれと、こういう風に束ねるといいですよっていう、そんな意味みたいですね。はい、ということでね、いい感じで片付きます。春のキャンプシーズン楽しみですね。今年はね、1月下旬でも寒かったり暖かかったり寒暖差激しいので、皆さん健康にね気をつけて楽しいキャンプライフをお過ごしください。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、サルでした。バイバーイ。